ブルーレ乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は天神地区で気軽に美味しい焼き鳥がいただけるお店、焼き鳥マロカにお邪魔します。西鉄福岡天神駅のすぐそば、今泉一丁目交差点そばにある焼き鳥マロカ。店内はカウンターやテーブル席など38席が設けられています。店長の香川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどういったお店ですか？はい、天神のど真ん中にありながら家の近所で飲んでるような、そんな気楽な感じの焼き鳥屋です。おすすめメニュー教えてください。はい、こちらの納豆オムレツです。綺麗に盛り付けされてますね。まあ、見た目もそうなんですけど、納豆を大量に入れてまして、オリジナルのタレで仕上げてます。わー、本当だ、納豆たっぷり。うん、すっごいねっとり、もう口の中に納豆の旨味がまとわりついて、でマヨネーズとこのタレがちょっと甘くてコクがあるので、はいはい、その納豆の旨味をふわっと包み込んでて、そうですね、相性が結構抜群かと思います。この焼酎に合うお料理教えてください。はい、こちらの晩酌セットになります。定番の人気の焼き鳥を5種類とおつまみを10種類の中からお好きなものを選んでいただいてます。今回はスモツを。そうですね、はい、福岡でも人気なので。串はどれも魅力的ですけど、一番人気はバラになります。うーん、脂が甘い、めちゃくちゃジューシーですね。はい、でも全くしつこくなくて、お肉も歯切れが良くてしっかり味わいが染み出してます。うん、豚バラの甘さとすっきりした焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。はい、焼き鳥マロカでは焼き鳥はもちろん、季節料理、期間限定料理を用意して皆様をお待ちしております。ぜひお越しください。それでは香川さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。